はい、どうもこんにちは。これなんですかね、なんかいろいろあるんで、ちょっといろいろミックスして話すんですけど、七尾骨折していた助っ人ミキ濃厚接触者で永瀬智也、綾瀬はるからが心配、ミキ昴生、横山優も相次ぎ感染、テレビ収録の対策に広がる懸念、まあ、この2つちょっと合わせてなんですけど、なフレンドパークにね、の話なんですけどね、モネちゃんも出てたんですけど、名物アトラクションでガチンコ対決をする。その中でフレンドパーク、冒頭でフレンドパークの収録以前に撮影された七尾さんが骨折していたことを告白。それはそれで驚きました。まあ、七尾さんがね、骨折してたんですよね。で、七尾さんが骨折だけであまりに運動ができない状態とのことで、助っ人として、ミキの亜生くんが登場。だから亜生くんがいたんですよね、あそこでね。あんま役に立たなかった。亜生くんの相方、まあ、お兄ちゃんです。昴生くんが、新型コロナウイルスの感染が、見つかったと。それで、一応、亜生くんも、昨日までかな、自宅待機でしたよね、確かね。今日からもうすでに、ね、あれ出てるんですよね。グッドラック出てたんですよ。まあ、これの記事で言うとね、昴生さんのコロナ感染は12月21日。日とのことですから、フレンドパークに集まった永瀬智也さん、綾瀬はるかさん、高橋一生さんの多くの芸能人が濃厚接触者となったり、後日感染が確認されるかもしれませんって出てるんですよ。これ、モネちゃんもですよ。そしたらね、七尾さんも全員、あそこの、フレンドパーク出演者が全員、濃厚接触者になるってことですよね。昴生くんがなって、亜生くんが濃厚接触者として認定されて、まだ本人が陰性なのかどうなのかって発表がないまま復帰してるんですよ。まあ本人は大丈夫でしょうね。2週間隔離されたんだから。2週間ね、一人でいればコロナっていうのは抗体ができるっていうことなので、だから2週間隔離。その間に誰かと接触すると移してしまうってことですから、2週間隔離。ただ、一番コロナの今分かって、いろんなことが分かってきてるっていうじゃないですか。無症状でも感染させてしまうっていう、のが一番怖いっていう話ですよ。だから、どの時点で昴生くんが、コロナになってて、亜生くんが、そこで感染してたのかもしれないわけですよ。だからこれは、本当だったら抗体検査と PCR 検査両方を亜生くんに受けてほしいわけですよね。僕はね、僕が個人的に思うのはね、両方受けてほしいわけですよ。で、PCR に関しては、じゃあ、陰性かもしれないけど、抗体検査で、抗体があるってことはもうかかってるってことだから。かかってるってことは、無症状でもうすでにコロナだったってなると、このフレンドパークにいた時にはもしかしたら無症状感染者だった可能性があるってことなんですよ。だからそこを洗い出したいんですよね。そこを洗い出してもらわないと、後々やばくなるって思ってるんですよ。これで、まあもう一つあるのが、ミキ昴生、横山優も相次ぎ感染、テレビの対策広がる懸念。まあ今ね、確かに東京都の新規陽性感染3日連続で800人超え。まあね、大晦日なんていうのはね、1000人超えてましたからね、1300人とかでしょ。これでもう今週末にでも緊急事態宣言で、特措法改正もね、もう2月頭にはやるって言って、まあ特措法改正が一番いいですよ。結局これが一番、何がコロナが良くないってのは、かっていうのは、医療機関なんですよね、すべてはね。まあ、飲食店にだけ全部押し付けちゃってるけど、飲食店かわいそすぎますよ。あれは、本当に。夜8時で営業停止なんつったら、営業するなって言ったら、潰れますって。夜8時以降酒飲むんですからって。で、7時で酒飲むのを、酒の提示は禁止でしょ？世の中の人間みんな昼飲みしろよって話。僕は昼飲みしますからいいけど、普通のサラリーマンはね、普通に一般的に働いてたら昼飲みなんかできないじゃないですか。だったらもう死活問題ですよね。だから一番は医療ですよね。医療体制で結局、医療が逼迫してるって言ってんのは、結局、なんだろう、コロナを受け入れてる医療機関、医者、病院っていうのが、全体の2割しかないからじゃないですか。8割は拒否してるわけじゃないですか。医者、まあ医療機関がね。まあ結局はそれは日本の医療体制が8割が民間だからってことですね。で、効率的な病院っていうのが2割しかない。そこの2割にしか、自治体だったり、東京都だったりとか、国が、
受け入れてくれっていう提言は、まあ、総論2割しかできないから逼迫してるだけでしょ。だから特措法を改正して、まあ、とりあえず一般の普通の病院でも、コロナを受け入れるっていうことを義務付けすれば、ある程度までここまでは受け入れてくださいよっていう義務付けさえすれば、済むことなわけですよ。こんなに、ね、だって、大した数じゃないんですから、日本は。ひどい国なんか、ね、欧米なんかすごいじゃないですか。あれに比べたらもうね、40分の1とかでしょ？感染者とかも。そんなんで本当は逼迫する必要がないわけだけど、今2類っていう部分に入ってるわけです。それを5類にすればいいっていうのもありますしね。だから、本当は基本的なその法律改正をするべきだとは僕も思いますけどね。まあまあ、それは置いといて、要は芸能人はその昴生君だったりとか、まあ、いろいろ多いと。あと、バドミントンの桃田健斗さんもね、感染してると。で、いっぱい出てるんですよね。ガキ使いにも桃田さん出てたし、さんまのままにも出てたと。もうみんな濃厚接触者ですよ、言ってしまえば。まあ、だから、療養する前に彼らは自分を責めないで早く治りますようにとか、いろいろ声はあるんだけど、芸能人は多いんですよな。まあ、本当に人と接触する仕事だからなんでしょうけど、で、制作関係者がこう振り返る。年末年始に放送された特番は密状態のものが多かったと。一時は定着しつつあったリモート出演も激減。本当そうですよ。リモート出演少なくなりましたよね。もちろん各テレビ局はアルコール消毒、検温、マスク着用など徹底しています。ですが、本番中に出演者を守るもの、アクリル板と マウスガードもとと。だからね、口元がノーガードの番組もありましたにもかかわらず、大声での会話、アクリル板でを超えての行動がよく見られるということだけど、まずマウスガードかフェイスガードって医学的に全く無意味だってことはもう言われてるわけですよ。だからマウスガードしてもあんま意味ないわけです。あれは本当はマスクがっつりしないといけないけど、マスクしながらテレビ番組するできないって話でしょ。バラエティじゃない、バラエティとか例えばワイドショー系はもう全部本当はリモートにするべきなんですよね。テレビを見てると芸能界での感染があるのは仕方ないと思ってしまう。マウスシールド、フェイスガードあんまり意味なくない、全く意味ないんです。これはマスクなし状態を見るのに違和感しかない。そうなんですよ。マスクしてる人もめちゃくちゃ少ないですよね、テレビを見てるとね。大変かもだけど、テレビ番組はちょっと前のリモート形式に戻った方がいいのでは。アクリル板で完全防備できるわけじゃないし、マウスシールドも気休め程度にしかテレビ界感染意識が最近たるんでると思います。見ていて不快ですと。そうなんです。僕もこうやってね、今ねテレビ見ながらやるんですけど、どの番組もね本当にねあれですよ、コロナのことを煽ってる割には自分たちの感染対策が全くなってないんですよね。だからね、本当ねそういうのがねもうイラッとくるんですよね。うん、言うんだったらもうそんなことをバンバン言うんであれば、それをねましてや飲食店のせいに押し付けるじゃないですか。飲食店のせいに押し付ける前に自分らの感染対策どこまでやってんのって思うんですよね。だからもうね、言ってることとやってることが全く違うんじゃないかなと思ってて、見るとイラッとするんですよ、ワイドショーはって僕は思ってます。だからね、まあまあそれはさておき、亜生くんがどうのとか昴生くんがどうのっていうのは悪くないけど、でもかかってしまうんんであれば、ちゃんと事務所なりテレビ局なりが PCR 検査と、抗体検査、これは両方受けさせてもらわないと、オーマイボスがはっきり言って誰かがコロナ感染してしまう、陽性になってしまったらもうアウトですからね。もう今のうちからも調べておいてほしいですよ。そしたらもう視聴者を全て裏切ることになるかなと僕は思っております。まあ、そんな感じです。ではでは。